気持ちいい天気になったんで外でお茶を飲みましょう。スカッと晴れる日が少ない分、太陽の光がね、出てる時は、まあ気持ちよく外に出て、公園に行ったり、外でお茶を飲んだりして楽しみます。あー気持ちいいね。UV とかね、紫外線気にする人もいますけど、やはり曇りがちで雨が多いイギリスでは太陽は、日の光は貴重ですね。体が求めてますよ、日の光を。さて、今日紹介しようと思うのは、紅茶のお供にウォーカーズのショートブレッドです。ちょっとね、ワンランク上の上質なショートブレッド、スコットランドで、製造されている本格的なウォーカーズのショートブレッド、ニューパッケージです。早速開封しましょう。おー、こんな感じですね。いただきます。あー美味しい。バターの味わいがすごい上品。甘さもきつくないし、舌触りもいいっすね。これは美味しい。あー、アールグレイに合うわ。これは上品だわ。一息つける時間ですね、お茶の時間。欠かせないですね。コロナ禍で制限された生活の中でも、ちょっと日々の日常に手を加えてみたりとか、そうすると全然やっぱり気分が違いますね。やっぱり体を動かさなかったり、こうずっと同じルーティーンが続いてしまうと、やっぱマンネリ化して、まあ筋力もそうですし、気持ち的にもね、張りがなくなってしまいますよね。こういう美味しいスイーツと、美味しい紅茶で気分が完全に変わりますよ。たまにはお茶の時間いかがでしょうか。こう自分の海外生活のスタイルとしては、やっぱり、人によってはね、こう日本食ないとダメっていう人も中にいますよね。だからどこの国に行ってもお米を探すし、まあ本当に日本の味っていうのを求めたりしますけど、まあ人それぞれ、私の場合はやっぱり現地のものこそが一番のその風土とか文化に合った食事ということで、一番それこそが美味しいだろうと
まあ、その国その場所に行ったらその土地のものを楽しむ、まあ、こういうスタンスですね。例えば和菓子には緑茶が合う、まあ、そんな感じでやっぱその国々のスイーツにはやっぱ日本、まあ、例えばイギリスだったらやっぱ紅茶、イングリッシュブレイクファーストとかアールグレイとか、まあ、でも出どころはスリランカとかなんですけどね、まあ、そこはいいとして、まあ、長くこう長い歴史の中で結局そこにたどり着いたっていう、ティー文化、ティーカルチャーっていうのがあるわけですよね。いやうん、やっぱり少しクオリティが違いますね、このショートブレッド。うん、まあ、コロナ禍の中でもノマドである私はある程度の周期で国を変えたり場所を変えたりとかしていくと思うんですけどね、まあやはりそこの土地、そこの人、そこの文化、風俗というものを非常にこう楽しんでいきたいし味わっていきたいですね。まだまだ知らない、まあ、行ったことがないっていうだけじゃなくて味わったことない世界がまだまだ広がってますから、まあ、人によってはね、こうバックパッカーとかは世界一周だとか100カ国120カ国とかね、まあ、そういったことをこう目指していく人もいますけれども、やはりこう私の場合は人生をどのように味わって楽しんでいくか、まあ、そういったところがポイントなので、何カ国行ったってことももちろんいいんですけども、やっぱどれだけ深い世界を味わったのか、その国に行かなければわからないこと、その国のものを食べなければ感じられないもの、それを本当にあの五感で感じたいですし、うん、あとは人との出会いですよね。これは本当に一期一会ってやつで、ツアーとか計算とかね、あのプランで作れるものじゃないですから、まあ、それが一番楽しみですよね。まあ、コロナ禍でいつ自由にあの気兼ねなく旅行旅ができるんだと、そのね機会を待ってる人たちも多いと思うんですけども、まあ始まりがあれば何事もね終わりというのがあるので、まあ、その時のためにできる範囲、その制限の中で楽しんでいく、入国が OK な国もありますし、またそういう感染防止を徹底すればいいという場所もありますから、それこそね大自然のそういったところとか、あまた方法次第によってそれもできますよね。キャンピングカーに乗っていくとか、レンタカーで行くとか、フォトグラファーとか旅を仕事にしているブロガーとか、まあ、そういった人たちもいますから、うん、まあ、一概にこう判断できないところはありますよね。旅が仕事、海外生活がもう仕事の基盤という人もいますからね。まあ、何はともあれもう健康第一、もう心身の健康がないとね、そういったことも味わえないし、私が恐れていることの一番大きいものの一つがコロナの後遺症によって味覚が失われることですよね。味覚、嗅覚、やっぱり人生の喜びとか味わいっていうのはやっぱ五感で感じるじゃないですか。スピリチュアルで感じるっていう人もいますけど、基本は五感ですよね。その五感の2つぐらい失われちゃうっていうのはダメージでかいんで、やっぱりコロナは怖いですよ、うん、いやそうこう言ってるうちにね、やっぱイギリスですよ。晴れ間が出たと思ったらちょっとね雨が降ってきそうな感じになりましたね。お茶の時間もそろそろ終わりです。それでは皆さん良い一日、良い旅を。 Be crazy.